はい、続きですね、人間に対しての話はね、半馬岩先生ですね、半馬家の本家の貴族の人間の上の生物の半馬岩先生です。で、人間っていうのは話したり聞いたりすることが全くできない知能な生物なんて、虫みたいなもん、そちらで人間で言えば虫みたいなもんなんですよ。でね、私との生物の違いは、上の私が上で人間たちは虫みたいな知能なんですね、そちらで言うね。で、あのバカにすることはできませんしね、生物立派なもんですからね。で、あのそれで人間っていうのはね、話したり聞いたりすることできてるようで、全くできてないんですよ。宇宙生物から聞いてカンニングして話したりとか、意味わかんなくてね、それとか仲間同士で何億人も集めてね、脳を借りてやっと話すことができてるんだけど、それでも間違ってんだけどね、そういうことなんですよ、人間ね。で、なんかいろいろ難しいこと書いたりとか、すごくね、細かいこと、いろいろできますね。大学もね、いろいろ博士号とかね、研究とかいろいろできてるようですけど、宇宙から教わってるだけなんですね。だから、あと、まあ、人間の体、自分で作ってるわけでしょ、女と男でね。まあ、そこまではできるんですけど、ね。で、またこれはね、宇宙体の同じような生物で構造、遺伝子なんかも作り方という、子供の作り方っていうのも、やっぱり自分たちで完全に覚えられてないんです。その宇宙にもいる同じような生態の細胞とか、そういうのはやっぱ生き物がいるんですね。それと連帯してないと子供は生まれないんですね。地球だけで子供は育てられないんですよ、知能だけでも。女の人子供を産むでしょ、ね、これ地球内の生物だけじゃ自分たちの子供も作れないわけです。だけど宇宙生物と一体になった似たようなね、つながりがなければダメなんです。宇宙に人間みたいな生物もまたたくさん無数にいるんですね。それをよく知っておかないといけないので、連帯で生きてるわけです。だからここ話すと非常に人間頭悪いんだけど、全体で合わせればもう無数でしょ。地球の人間よりかもっと頭集めて動かすわけですね。私の場合単独でその能力持ってるわけですね。で、まあ何回も言うけども、学校の大学の人間の場合は全部テレパシーのカンニングで入れなければ卒業できないですね。知能が低いから自分で覚えることできないんですよ。私と違ってね、上の生物と違って。上の生物は全部自分だけで覚えるんですね。人とか他の宇宙生命体を頼りにしないんですね。自分で知識やだけで覚えるんで、テレパシーでカンニングしてね、勉強でテスト試験しないんですね。自分の頭だけで覚えてるわけです。そこら辺、人間だから一人でね、大学卒業したって何億人もの頭で卒業してる、カンニングして卒業してるので、なんていうか、社会に出てもその難しい課題になった時は同じように1億人その時に仕事しないといけないわけです。同時にね、1人雇ったって1億人になっちゃうわけですよ。そうするとどういうことになります？大変な額を払わないといけないわけですね。まあ実際そうなるし、私も1人であって何億人もの頭なんで、人間の一人に対してのね、人間バックのね、貸してる1億人と同じ時給かかってるわけですね。人間たちそれ分割してるわけです。だから私が知能高いですから、一人やってますから、1億人ね、と同じ給料、1億倍必要なわけです。その1億人ね、その人に人間 に仕事と同じ仕事した場合はですね。人間一人でやらせたって、その知能っていうのはその1億人の知能ですからね、それが一つなんですね、団体で。私のものは一体でしょ、1に対して何億人だから、人間たちはそれだけ何億分の 1という給料になるわけですね。そんな減るわけです。私の場合は違うわけですね、1億倍になるわけです。
だそういうことをよく知って教えてるんだけど、人間はまあ、野蛮ですし、単なる今日肉食生物だから、お金を出さないようにするわけですね。ちゃんと公平にやんないんですね。だから力づくで、力関係で動かさなきゃいけないわけですね。で、そう、実際はそうしてるわけですね。で、あと人間の場合はもうどこでもそうなんだけども、でたらめでもうほとんど生きてますね。お金になればどんなことでも大体、汚いことじゃなかったら、何でもやるしね、意味ないこと全然平気でやっちゃいますね。だ、そこら辺もだいぶ違うし、価値観が違うんで、そういうこと平気でできますし、ね、神経がないんですね。価値観の神経が少ないんですね。だから人間1円の商品、人間たちが自分たちで1円の商品作ってたとしましても、1円の価値がないんですね。自分たちが作って1円の商品の人間の価値がね、私なんかでも全然もう無限ですから、価値が本物の貴族でね。で、そこら辺をね、で、特にじゃあそういうんだったらもう殺してやるよということで来ますから、特にその価値が高いものをぶっ壊そうとします。何でもそうですね、人間の場合ね。それでそれを脅して生活するということがまた途分に出てきます。ね、地球を破壊してね、するから金よこせということでね、しょっちゅう落としてきてますね。それで今人間は生きてますね。で、諸君は一日でできるから、まあそれは置いときまして、人間の場合上の生物なんでね、簡単なんですよ。で、問題はね、人間だけじゃないんですね。宇宙全体の人間よりかもっと頭のいい生物が対抗してきてるんで大変なわけです。